グッドリビア、程よく脳が刺激される雑学。ご案内は大橋敏夫です。かつてのアメリカの野球では、二塁から一塁への投錘が行われていた。野球で投錘といえば一塁から二塁といったように先の塁に進むために行われます。しかしかつてのメジャーリーグでは 三塁から二塁、二塁から一塁に向かう逆走通塁になるものが行われていました。1920年頃までのメジャーリーグでは、二三塁のランナーがいる状況で二塁ランナーが一塁へと逆走通塁を行って一三塁の状況を作り、その後二人のランナーが同時に通塁を仕掛けるという作戦がよく行われていました。ただこの作戦守備側からの抗議も多かったそうで、あまり評判はよくありませんでした。 そのため後に逆走の盗塁は禁止するとルールで明記されるようになりました。また盗塁に限らず普通の走塁でも前の塁への逆走は認められていませんただ打者が打った時に先の塁に進んだもののその打球がフライで補給された場合は一度踏んだ類を再度踏み直してから元の塁に戻ることは認められています大谷翔平は2024年シーズンに 一類から二類への進塁後にフライの補給を確認して一類に戻るも。その時に再度二類を踏んでいなかったために、アウトになったというケースがありました。日本では長嶋茂雄がこのミスを三度犯したという記録も残っています。百本近く足があるタコがいた。海に生息するタコの足の本数は通常八本です。 しかし中には例外もあるらしく、かつて日本で100本近い足を持つタコが捕獲され、話題となりました。そのタコとは、1998年、三重県の的屋湾で捕獲されたマダコで、足の本数は96本にもなります。このタコ、本来8本だった足から枝分かれするように別の足が生えていて、その合計が96本にもなっていました。 なぜこのようになったのでしょう。タコの足はちぎれたりすると再び生えてきます。しかしその際、完全に元通りにはならず、足の本数が増えてしまうことがあるそうです。おそらくこのタコは、何かしらの理由で何度も足がちぎれて再生した結果、このようなとんでもない足の本数になったものと思われます。ちなみに、このタコ、捕獲から5ヶ月後に死んでしまいましたが、 死ぬ前に卵を産んでおり生まれた子供はすべて八本足だったそうです今でも三重県の島マリンランドでその標本が展示されているのでタコマニアの方はぜひどうぞ江戸時代の男性が女性をナンパする時女性のお尻をつねった。 出会いの手段といえば、最近はマッチングアプリが増えてきていますが、ナンパをして出会いを求める人も偉大わけではありません。実はこのナンパ、江戸時代からすでに行われていたそうです。当時は男女の恋愛は今のように自由ではなく、かなり厳しいものでしたが、それでも街中で女性にアプローチをかける男性もよく見られたということです。しかしそのやり方は、現在のようにいきなり声をかけるというものではなく、 気になった女性のお尻をつねるという非常に変わったものでした今だと痴漢として捕まってしまう行為ですが当時お尻をつねることはその人に対して気があるサインという共通認識があったため許されていましたつねられた女性は男性の顔を見て好みだと思ったらそこから仲良くなりますが好みでなければそのまま無視して離れていったそうですまた 当時は女性から男性に声をかける逆難も多かったようです。物売りや出前で家に来た男性で気に入った人がいたら、そのままアプローチをかけていたとのこと。江戸時代の女性は、思っているより積極的だったみたいです。レタスは金属製の包丁で切らない方が良い。 サラダをはじめとしてさまざまな料理に使われることが多いレタスですが、その調理において気をつけないといけないことがあります。それは玉の形をしたものやサラダなといったいわゆる結球レタスを金属の包丁で刻んではいけないということです。というのも、これらを金属の包丁で切ると切り口が茶色くなってしまうからです。この現象は包丁の鉄などの成分が レタスに含まれるポリフェノールと反応し、酸化が進んでしまうために起きるもので、丸いレタスを調理するときは包丁を使わず、手でちぎって使った方が良いでしょう。また、最近ではファインセラミックやプラスチックといった素材でできた包丁もあるため、それを使うのも良いかもしれません。ただ、ロメインレタスのような、歯が上に向かってまっすぐ生えているような、いわゆる立ち入れタスの場合は、 包丁ででで切切っっててもも変色しないので気にせず切っても大丈夫です鳥は恐竜の一種かつて地球上の動物界の頂点として君臨していた恐竜今その姿を見ることはもうできないと思われるかもしれませんが実は地球上のあらゆる場所で見ることができますというのも空を飛ぶ鳥たちが 恐竜そのものであるからです恐竜の一種に獣脚類という毛が生えたものが存在していましたこれらの化石がここ最近で相次いで発見されるようになりその結球の結果この獣脚類が住む時代に適応する形で変化していき次第に鳥になったと考えられていますこれを裏付ける証拠として多くの恐竜に 鳥と同じように羽が生えていたこと、鳥のように口に歯がない種が存在すること、卵を産んで親が体温で卵を温めること、鳥類だけに存在する骨が恐竜の化石から発見されたことなどが挙げられています。大きさは当時とは違うものの、恐竜と同じ DNA を引き継ぐ生物が、我々と一緒の時代に生きていると考えると、何か不思議に感じてなりません。 ケンタッキーのカーネルさんの像が置かれたのは他の店に間違われないためケンタッキーフライドチキンといえばあのカーネル・サンダースの像を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか実際多くの店の前に飾られていて我々を出迎えてくれます実はこの像日本で生まれたものです1970年代前半 まだケンタッキーフライドチキンの知名度が低かった時代、電気店や理髪店として間違えて入ってくる人が多かったそうです。店員もその度に説明しなければならず、かなりの負担になっていました。どうすればこのようなことが起こらないか。スタッフが悩みに悩んだ結果、カーネル像をシンボルとして飾れば知名度も上がって、間違えて入る人もいなくなるのではないかということで、あの像が誕生したというわけです。 そしてその結果カーネル像の存在がだんだんと知られていきカーネル像イコールケンタッキーフライドチキンというイメージを国民に植え付けることに成功現在の発展につながっていきますちなみにあの像カーネル・サンダースが来日した際に痛く気に入ったそうでアメリカ本社にも日本で作られた像が飾られているとのことです。 タイの電車の優先席はお坊さんも対象日本の電車で優先席といえば妊婦さんや体の不自由な方、お年寄りの方が対象となりますがタイの優先席には他にもお坊さんも対象となるようですタイは日本よりも熱心な仏教国であるため街中で普通にお坊さんを見かけることがありますそして彼らは普通に電車に乗って移動もしますが 快立で女性に触れることは禁止されています混んでいる列車に乗り込むとふとしたことで女性に触れたりぶつかってしまう可能性があります優先席に座ればそのような危険性も少なくなるためその対象に含まれているというわけですまた女性はお坊さんが隣に座った場合他の席などに移るそうですいかにタイではお坊さんが大事な存在であるということがわかります ちなみに子供もも優先席に座っっててらう対象となっていますこれはまだタイで電車がなくバスが主要交通手段だった時代道路事情が悪く子供が立って乗っていると危険であるということから始まった習慣で電車が走る現代でも残っているからのようです。テルテル坊主は実は実女性 子どもの頃に晴れることを願っててるてる坊主を飾った人もいるのではないでしょうかこのてるてる坊主坊主と名前についているだけあって性別は男性と思いがちですが実は女性の人形が由来となっているそうですてるてる坊主の由来は中国の「サオチンニャンと呼ばれる手に包うを持った紙の人形と考えられていますこのサオチンニャン。ニャ 昔の北京で暮らす美しく賢い娘チンニャンをモチーフに作られたものですある年に北京に大雨が襲い街中に水があふれかえりました人々は雨が止むように神に祈りましたがなかなか止みませんそんな時天から中国の伝承に登場する東海竜王と呼ばれる神の妃になれば雨を止めてやるという声が聞こえました そこで手を挙げたのがチンニャンでした彼女は声に従って東海竜王の妃になって天に召されたところ雨は止んで多くの人が救われましたそれ以来北京の人々は雨が降り続くたびにチンニャンをしんで紙で作った彼女の人形を門に立てかけるようになったそうですその人形が後に日本に伝わりテルテル坊主となりました なぜ坊主と呼ばれるようになったのかはっきり分かっていませんが本来は女性であったというお話でした鍋にお鍋で煮物を作っていてお玉でかき回している最中に電話が来てそのままガラスの蓋をして電話で話し込むそんなことをした人はいませんか 実はこの行為、やってはいけない非常に危険な行為です。というのも、お玉を入れた状態で鍋に蓋をすると、反対側から炎が上がって、はみ出たガラスの部分に直火が当たることで、熱に耐えきれなくなって割れてしまうことがあるからです。どれぐらいの時間、どれぐらいの頻度で火を当てれば割れるかなどはまだはっきりと分かっておらず、また、たとえ火が弱火でもその危険性はないとは言えないようです。 また、たとえガラス蓋が熱くても、水をかけて冷ますといったことはしてはいけません。ガラスは急激な温度変化に弱く、蓋が割れてしまう可能性があります。他にも、たわしなどで洗うといった傷がつくような行為も避けるべきでしょう。ガラス蓋は思ったより繊細なので、使うときは注意が必要です。割れると破片も飛び散り、怪我をしてしまいます。なるべく慎重に扱いましょう。 タツノオトシゴは、オスがお腹で子供を育てる。海に生息するタツノオトシゴ、その出産の様子は非常に変わっていて、なんとオスのお腹から子供が出てくるのです。あとはいえ、オスが卵を産むというわけではありません。卵自体を産むのはメスです。オスのお腹には育児脳と呼ばれる袋があり、メスはここに卵を見つけます。 そして、この中で受精し、1ヶ月ほどしたら卵が孵り、しばらくここで子供が育てられて外に出てきます。だから何も知らずに見てしまうと、オスが子供を産んでいるように見えるというわけです。なぜこのような修正になったかというと、魚は普通海藻などに卵を産みますが、他の魚に食べられたりして、確実に子供が生まれるというわけではありません。これを防ぐために。 育児の中に卵を産みつけて、卵を確実に返そうとしているわけです。また、メスがオスに卵を託すことによって、メスが次に出産するまで体を休ませることができるというメリットもあるとのこと。生まれてくる稚魚の体長は2センチほどで、小さいながらもちゃんとタツノオトシゴの形をしています。気になる方はネットでぜひ探してみてください。 世界で収穫されるブドウのうち、8割がワイン用。世界で一番多く作られている果物はご存知でしょうか。正解はブドウです。世界で生産されている果物のうち、なんと4割ほどを占めているそうです。そんなブドウ、我々は普通に食べるものと思いがちですが、実は海外ではそうではありません。なぜなら海外では。 ほとんどワイン用に作られているからですというのも多くの地域で生産されているブドウの品種は夏に乾燥して冬に暖かいという気候で育つヨーロッパブドウがほとんどでこのブドウはワイン作りに非常に適したものとなっていますそのため多くのブドウがワイン生産用に回され生で食べる機会が少なくなっているということですそれに対し日本は 気候が真逆の高温多湿であるためワインに適したヨーロッパブドはあまり生産されずアメリカ種といったワインより生食に適したブドが生産されています日本でブドが食べられることが多いのはそのためですただ最近では日本固有のブドの品種を使ったワインの生産も盛んになってきていますもしかしたら日本ではワイン用のブドウの生産量が 食用のブドウを超える日も近いうちに来るかもしれません。飛行機のコックピットの窓は手で開けられる。飛行機の窓は他の乗り物と違って絶対開けることができません。しかし操縦席、コックピットにある窓だけは開けることができます。なぜ開けることができるかというと。 もし飛行場などで緊急事態が起こった場合、パイロットたちがそこから脱出するためです。コックピット自体にもドアはありますが、万が一そこが開かなくなる可能性もあります。そんな時に窓を開けて逃げられるようにしているというわけです。もちろん、そのまま窓から飛び降りるには高さがあるため、窓の上には脱出用のロープも設置されています。また、 飛行機によっては窓が開けられないものもありますが、その場合はコックピットの上部が開けられる構造になっているため、そこから脱出できるようです。ただ、本来脱出用として作られたものの、換気をしたり、窓を拭くために開けたりと、別の目的で使われることもしばしばあります。また、ビップなどが乗る特別な飛行機には、よく前方に国旗が立てられている様子を目にしますが、その際も、この窓を開けて、 国旗を掲げています家で使うマーガリンと学校給食用のマーガリンは少し違う食パンに塗って食べることが多いマーガリン学校給食で出された人も多いのではないでしょうか実は家庭で使うマーガリンと給食で使われるマーガリンは同じようで実はちょっと違ったりします 何が違うかというと、マーガリンが溶ける温度が違います。給食用のマーガリンは、家庭用に比べて3度ほど高い38度ほどが融点に設定されています。これは、本来冷蔵庫で保存しなければいけないマーガリンですが、給食で使う場合は配膳のため、少し早めに冷蔵庫から出す必要があります。その間に溶けないように融点が高くなっているというわけです。 これれらのの給食用マーガリンは、学校だけでででななく、病院やホテルなどでも同様の理由で使われています。またこれとは別に業務用のマーガリンもありますがこれらは使う用途によってさまざまな違いがあります例えば焼き菓子用であれば水分と油をうまく混ぜ合わせる性質がありふっくらとした生地を作ることができデニッシュパンやパイに用いられるものは生地を作りやすくするために 室温でも伸ばしやすす。い性質がありまマーガリンなんてどれも同じと思いきや意外といろいろな種類があるようです京都と日光の湯葉はそれぞれ作り方が違う栃木県の日光と京都で共に名産となっている湯葉実はそれぞれ漢字で書くと 京都の湯葉はお湯に葉っぱの葉、日光の湯葉はお湯に波と表記が違い、そして作り方も少し異なります。湯葉は豆乳を煮詰めて表面にできた膜を引き上げることで作られますが、京都の湯葉はその膜をそのまま引き上げて薄く仕上げるのに対し、日光の湯葉はそれを二つ折りにして二重の状態で引き上げ厚みを持ってあげます。これは、 京都の湯葉は繊細な食感を大事にするのに対し、日光の湯葉は弾力のある食感や食べ応えを大事にしているからです。なぜこのような違いができたのかはっきりとは分かっていませんが、京都と日光の両方で名物となった理由としては、もともと湯葉は奈良時代末期に、中国から滋賀の遠略寺に伝わりましたが、その際に修行僧が魚に代わるタンパク源として、 精進料理に利用していたことが挙げられます寺が多い京都と仏教の修行の場として全国からお坊さんが集まった日光に伝わっていきそれぞれ独自の発展を遂げて現在の形になったというわけです吉田松陰は黒船に乗って密航しようとしていた幕末 アメリカから日本の裏側にやってきたペリー率いる黒船艦隊鎖国していた当時の日本に大きな衝撃を与えましたがその黒船に乗り込んでアメリカに密航しようとした人がいましたそれが吉田松陰です。彼は黒船来航を耳にして海外の実情をこの目で確かめたいと思い門下生であった金子重之助と共に黒船に乗り込みましたそして船員に対して アメリカに連れて行ってもらえるように頼みましたが残念ながら政府の許可のない人間を連れて行くわけにはいかないということで断られ船から降ろされることにその後松陰たちは今回のことがばれてしまうと大変なことになるということでその前に自首し結果投獄されることになりましたその1年後彼らは釈放されましたが松陰は故郷である現在の山口県萩市に戻り 私塾・松下村塾を開きましたそして伊藤博文をはじめ明治維新に大きく変わる数々の人物を育て上げました彼らがもしそのまま黒船に乗って海外に行っていたら明治維新もなかったのかもしれませんカニカマは人工クラゲの失敗作。 よくサラダなどに入っているカニ風味のかまぼこカニカマ1972年に日本の食品メーカー杉代が開発しました実はこの食べ物別の食べ物の開発中に偶然生まれたものでしたその食べ物とは人工クラゲです1960年代後半日本と中国の関係は悪化し中国産のクラゲがあまり輸入できなくなり 水産業界の各メーカーは、その代替品を開発しようと躍起になっていました。杉山も同様で、人工クラゲ開発の研究所を設立、専門家を呼び寄せるなどして開発に取り組んでいましたが、残念ながら商品化にまでは至らず、人工クラゲは幻の商品となりました。しかし、その技術を他の分野で活かせないかと考え、別方向で研究を続けた結果、 試作品の食感がカニ肉に似ているという意見が出たため人工クラゲの元となった食品を人工カニ肉にするべく開発を進めましたその結果味と口当たりがカニそっくりの商品が完成1972年に世界初のカニ風味かまぼこカニ足として発売しましたいざ販売するといきなり話題となり 発売してすぐに増産するほどの大ヒット商品となりました。そして現在も、カニカマは杉尾を代表するロングセラーとして君臨しています。春の風には、春一番だけでなく、春二番、春三番もある。 冬から春に入る頃に初めて南から吹く暖かい強めの風を春一番と言いますが、実はこれに続く春2番、春3番があるというのはご存知でしょうか。これらはその名の通り、2番目に吹く南風を春2番、3番目に吹く風を春3番と呼び、たまに新聞などで春2番が吹いた、などと表記することもあるようです。しかし、春一番に関しては気象庁も情報を発表していますが、 春2番春3番に関しては発表も記録も行っていません。というのも春1番以外は気象庁が使う用語ではないからです。これらの用語はどうやら春1番にちなんでいつの間にか呼ばれるようになったらしく専門用語というわけではありません。しかし俳句の世界では季語として用いられることがあります。季語が掲載されている歳時記によっては採用されていることもあり、 そのため、一般的な単語としてて使われているようです。ちなみに「春一番」という言葉が気象用語として使われるようになったのは1950年代中盤ですが一般的に聞かれるようになったのは1975年当時の人気アイドルグループキャンディーズが「春一番」というタイトルのヒット曲を歌ったことがきっかけだそうです江戸時代 8割の人は読み書きができた。ある国や地域でどれだけの人が文字を理解できるかを示した割合を識字率と言います。現在の日本ではほぼ100%と言われています。この値は戦後の義務教育が行われた結果だと思われますが、実は江戸時代中期にも識字率を調査した結果、成年男子の値は70から80%だったとされています。 同じ時期にロンドンでは20%パリでは10%だったという記録があるため日本の識字率は相当なものであったことがわかりますちなみにこの値は当時世界一だったとも見られていますなぜこのような結果になったかというと当時町中に置かれていた寺子屋の存在がありました寺子屋は入学試験もなく年齢や職業性別を問わず 誰でも入学することができたため多くの子どもたちが文字を学べたことが理由のようですまた江戸などは商人文化だったため彼らは自分の店を守るために熱心に勉強する必要がありましたそれも要因の一つとして考えられています幕末に日本を訪れた海外の人たちは日本人の識字率の高さに驚いたそうです明治維新後の日本の発展には 庶民にまで教育の重要性が浸透していたからという背景があったことは見逃せません。豚骨ラーメンのスープで走る列車がある。宮崎県の高千穂町を走る観光鉄道高千穂天照鉄道。二千二十二年八月から鉄道の燃料を軽油からバイオディーゼル燃料に切り替えましたが。 その燃料の原料として、飲み残しの豚骨ラーメンのスープを使っていることで話題となりました。この燃料、使い古しの天ぷら油や、福岡のラーメン店から回収した飲み残しの豚骨ラーメンのスープを分離させて油だけ抽出し、それに薬品を入れて化学反応させることで作られています。それまで使われていた軽油とコストはほとんど変わりませんが、安全性が高く、 かつ、排気ガスで黒い煙が出ないことから環境に優しいという特徴があり SDGs 的にも注目を浴びていますちなみに運行中はその燃料のせいでチャーハンのようなおいしそうな香りがほんのりするそうですトンネルに入るとその香りはより強く感じられるということなのでもし乗る機会があれば注意深く匂いを嗅いでみてください ディズニーランドのあるマイハマという地名がマイアミビーチから取られたという話は嘘。ディズニーランドがあることでおなじみの千葉県浦安市マイハマ。このマイハマという名前はアメリカフロリダ州のリゾートマイアミをもじって作られたという説を聞いた人は多いのではないでしょうか。実際浦安市も一時この説を公認していて ガイドブックにも掲載されていたことから、そう信じていた人も多いはずです。しかし、実際には、この説は間違いであるということが判明しています。これは、浦安市が市の歴史を検証していく中で分かったことで、1975年に行われた議会の議事録の中に、舞浜の地名は、かつてこの地域で作られた神様に奉納するための踊り、 浦安の舞から名付けられたという発言があったということが記されていましたそのため現在では浦安市の資料も舞浜は浦安の舞が正しい由来であると訂正されていますちなみに JR の舞浜駅は当初ディズニーランド駅という名前になる予定でしたしかしこれに異を唱えたのがアメリカのディズニー社これを認めてしまうと ディズニーランドに関係ない店などが勝手にディズニーランドという名前を使ってしまうことになりイメージが崩れてしまうということで舞浜駅に帰られたそうですいいい。ちごをを洗う時ヘタを取ってはいけない冬に旬を迎えるいちごそのまま食べる人が多いと思いますがそんないちごを洗う前にヘタを取り除く人はいないでしょうか 実はそれをやってしまうと、せっかく美味しいイチゴを台無しにしてしまいます。というのも、イチゴは水分を取り込みやすい果物であるため、ヘタを取ってしまうと、その部分から水分を吸収してしまい、風味が落ちてしまいます。さらには、ヘタの部分からイチゴに含まれているビタミン C が流れ出てしまいかねません。また、ザルに入れて流水にさらすなど、乱暴にイチゴを洗う人もいますが、 いちごは簡単に風味が落ちてしまうことから、これもおすすめできません。いちごを洗うときは、水の入ったボウルに入れて静かにかき回し、素早く引き上げる程度にするぐらいがちょうどいいようです。あと、ヘタは前もって取らずに、食べる直前にちぎって取った方が良いそうです。こうすることで、流出するビタミン C の量が最小限になるからです。 おみくじに和歌が乗るようになったのは、女性解放運動のため。神社に行くと必ずおみくじを引く人もいるのではないでしょうか。そんなおみくじには、吉教などと一緒に和歌が掲載されているものもあります。実は、和歌が掲載されるようになったルーツは、明治時代の女性解放運動があったそうです。 現在の形のおみくじのルーツと言われているのは明治時代に山口県二所山田神社の宮司宮本重種により結成された女性の自立のための組織大日本啓信婦人会が作ったものだとされていますこの組織は後に全国に活動を知らしめるために機関紙を発行しようとしますがその資金がなかなか捻出できず苦労したそうです。そこで考え出されたのが 全国の神社のためにおみくじを作って販売することでしたそのおみくじには大吉や京都いった吉凶だけでなく神道の教えなどが書かれていましたが同時に婦人会の設立者で過人でもあった宮本重種が読んだ和歌も掲載しましたこのおみくじは好評だったようで全国の神社はこぞって取り入れました そこから、おみくじには和歌が掲載されるものと考えられるようになり、現在まで続いているというわけです。ちなみに、この組織、女子同社という社名で、現在も日本のおみくじのおよそ六七割を生産しています。エンパイアステートビルの屋上の塔は、飛行船をつなぎ止めるために作られた。 ニューヨーヨク・マンハッタンを代表するビルの一つエンパイア・ステートビル。今でこそその高さは他のビルに抜かれているものの存在感は随一と言ってよいでしょうそんなエンパイア・ステート・ビルの最大の特徴にてっぺんののような戦闘があります。実は1931年の建造当時この部分はある変わった目的で作られていましたその目的とは、 当時の空の乗り物として主流だった飛行船を経流することで、これはエンパイアステートビルの最上階を飛行船の駅として使う計画のために考え出されたものです。高層ビルの最上階から飛行船の旅に出るという夢のようなプランは、多くの人の心をワクワクさせていたことでしょう。しかし、ビルが完成してから6年後の1937年、 飛行船ヒンデンデブルグ号のの爆発事故が起こり、多くの人に衝撃を与えましたまた、その頃から飛行船に代わり飛行機が台頭してきたことから飛行船の需要が減っていき結果その計画は頓挫しました実際にあの戦闘に飛行船が係留されたことは一度もなかったそうですそして計画が未遂に終わってからしばらくたった1941年 ここにテレビ放送の電波を送るためのアンテナが建造され現在に至ります動物園でクマに麻酔をするときは吹き矢を使う我々人間は病気にかかっていないかなどを事前に知るために健康診断を受けますが動物園の動物もそれは同じようで定期的に体の異常を調べる必要がありますししかし おとなしい動物なら素直に検査を受けてくれるでしょうが熊などの凶暴な動物では近づくことすら難しいでしょうしかし動物園側もある工夫で熊たちの健康診断を行っていますそれは熊たちに麻酔を打つことですとはいえ普通に注射をしようものなら近寄った時に攻撃されるでしょうそこで吹き矢を使って麻酔の入った注射を熊に飛ばします そうすることで、近づくことなく麻酔を注入でき、麻酔が効いたら後は簡単に検査治療に取り掛かれます。ただ、これだけ聞くと、簡単に麻酔をかけられると思うかもしれませんが、実際は相当難しいらしく、タイミングがなかなか合わなかったり、刺さっても中途半端だと麻酔があまり注入されないこともあるそうです。 最初の卓球のボールはワインのコルクン日本人選手がオリンピックで活躍するなど注目を集めるようになった卓球そのルーツは19世紀後半のイギリスで上流階級の貴族が雨の日に外でテニスができない時に室内で楽しむために考案されましたただ当初は当然専用のラケットもボールもなかったため 近くにあったものを利用して遊んでいたそうです。では、何を使っていたかというと、ラケットは、葉巻タバコを入れるためのケース。ボールは、シャンパンやワインの線として使われていた、コルクを丸く削ったものだったそうです。しかし、後にこのゲームを本格的に楽しもうとする人が増え、ラケットも木の枠に羊の皮を張ったもの、ボールは、 セルロイド性のものという専用の道具が作られるようになりましたこの時ボールを打つたびにラケットがまるで太鼓のようにピンポンという音が出たことからこの遊びはピンポンと呼ばれるようになりましたこのゲームは次第に貴族だけでなくイギリス中で大流行しスポーツとして楽しむ人が出てきましたそして国際的に広まり1926年には国際卓球連盟が発足し 世界的スポーツとしてその名が知られるようになりました競馬のジョッキーが競走馬をムチで叩く回数は決められている競馬でラストスパートの時にジョッキーが競走馬にムチを入れてスピードを上げるシーンは競馬最大の見どころかもしれませんしかしその叩く回数は規定により 一レースで五回までと制限がかけられています。他にも競走馬が怪我をするほど強く鞭を使ってはいけない。肩よりも高い位置から振り下ろしてはいけないなど。使用に際して細かいルールが決められていて。何度も破ってしまうと罰金や数日間の騎乗停止などの罰が課せられます。なぜこんなルールが設けられているかというと。 競馬発祥の国であるイギリスの影響が強いようですイギリスでは動物愛護団体からの抗議を受けたことからかなり前から無知で叩く回数が決められていましたそのルールをもとに競馬の国際団体国際競馬統括機関連盟でガイドラインが制定されたことで日本もそれに従わなければならずこのような改正に至ったとのことです。現在 動物愛護団体の声はさらに大きくなってきているため、もしかすると、より競馬に対してさらなる規制を求めてくる可能性もあります。もしかしたら、数年後には競馬からムチが消える日が来るかもしれません。温泉マークの三本の湯気は、温泉の入り方を表している。 丸い湯船から三本の湯気が出ている温泉マーク。誰もが見たことがあるおなじみのデザインと思います。マークにはさまざまな種類がありますが。三本の湯気にそれぞれ意味が込められて、描かれたものがあります。よく見てみると。それぞれ長さが違うマークがあることに気づくでしょう。実は。あの三本の湯気は。温泉の入り方を表しています。右側のものが最も短く。 左側のものが中ぐらいの長さそして真ん中のものが最も長く描かれていますこの長さは温泉に入る時間を意味しており最初は左、次に真ん中最後に右の湯気に合わせた時間で浸かると湯たりを防ぎ体の芯まで温めることができるとされています詳しく言うと最初に一番左の中ぐらいの長さまあだいたい5分ほど入ります そして一度湯船から出て休んだ後に、真ん中の一番長い時間、およそ8分ほどじっくり浸かります。それでまた湯船から出て休憩した後に、最後の一番右の短い時間、3分ほどさっと入って出るということを表しています。温泉マークを見ることで、これらの流れが簡単にわかるようになっているわけです。ただし、国土地理による地図記号の温泉マークの行気では、 真ん中は長く、左右は同じ長さになっています。シンと食べられるパイナップルがある。普通、パイナップルを食べるときは、真ん中の芯の部分を抜き取って食べますが、沖縄で生産されている品種の一つに、シンと食べられる変わったパイナップルがあります。その名もスナックパインというもので、ボゴールという品種の名前でも呼ばれています。 普通のパイナップルに比べて一回り小さく、水分が少ないという特徴があります。また、身が柔らかいため、普通のパイナップルでは包丁で切り分けないといけませんが、スナックパインは手でちぎって食べることができます。その柔らかさは芯も同じで、果肉に比べたら多少の歯ごたえはあるものの、そのまま食べることができます。しかも、他の部分に比べて甘みが強いことから、 芯が一番いいしいとままで言われていますスナックパインという名前はスナック感覚で食べられるということから来ています沖縄で春から初夏にかけて収穫されて世に出るそうなので沖縄に行った際に見かけたら食べてみてはいかがでしょうかカーリングに使われる石は高級品 ロコ・ソラーレなどのオリンピックでの活躍により日本でも注目を浴びているウィンタースポーツカーリングハウスと呼ばれる円にストーンと呼ばれる石を滑らせてその位置や数で競い合いますがそのストーン国際大会で使われているものは1個当たりおよそ10万円もする高級な石ですストーンに使われる石はスコットランドの無人島アルサクレイグ島で採掘された花崗岩を使って作られます この島の花崗岩は世界で最も硬く、純度が高いとされていて、スケートリンク上の湿ったコンディションでも壊れることなく使うことができるため、カーリングに適したものとなっています。そのため、国際大会では必ずこの石でできたストーンを使います。また、この石は採掘の制限が設けられているほど非常に貴重なものであるため、必然的に価格も高くなるというわけです。 ちなみに試合中は各チーム4選手が2回ずつ投げるため、1試合では16個のストーンが使われます。すなわち1試合で必要なストーンの全額は160万円ほどになります。しかしそれだけの意思を使わないと国際大会で適切な試合ができないことを考えると、この価格も納得のものかもしれません。 ゆるキャラの中の人を募集する広告が出されたことがある2012年驚くべき求人情報がハローワークに出されていたことで話題となりましたそれは熊本県を PR するくまモンキャラバン隊に関する求人でその業務内容には運転・司会着ぐるみ要員とありましたつまりくまモンの中に入る人を募集していたんです この情報はくまモンのカレンダーなどを出版した商電社の公式ツイッター現在の X のアカウントで投稿されたものですがその際に一緒に投稿された文章が「君もくまモンになれるもんだったことから賛否の意見が聞かれました」「夢を壊さないでほしい」「ハローワークに求人を出すなんてひどい」といったようにショックを受けた人も多かったようです。気になる報酬でですが、月給16万円で 各種保険ははありますす。が、手当はなかったようですこの給料も夢がないということで話のネタとなり当時のツイッター上ではさまざまなツッコミが入れられたそうですルイ・ヴィトンのダミエ柄は日本の市松模様をヒントに生み出されたルイ・ヴィトンの人気のデザインの一つにダミエ柄というものがあります。 二色の四角形が交互に配色されているデザインの柄ですが何か日本の一末模様に似ている気がしなくともありませんそれもそのはずこのダミエ柄は日本の一末模様をヒントに生み出されたものですフランス語のダミエもそのものつまり一末模様という意味ですこのダミエ柄が誕生した19世紀末フランスでは ジャポニズムムという日本ブームが起こりましたルイ・ヴィトンの2代目であったジョルジュ・ヴィトンはそのブームに大きな影響を受けブランドのデザインに生かしましたそれでで誕生したのがダミエ柄というわけですそんなルイ・ヴィトンですが2018年には日本のあるメーカーが発売した市松模様をモチーフにしたジュズ入れのデザインがダミエ柄を模倣しているということで裁判を起こしています。 さすがにこの訴えは企画されましたが何か立場が逆転したのではないかと思わせるエピソードではありますナイスガイタフガイの「ガイは」はもともと人の名前ナイスガイタフガイなど男性を指すときに使われる言葉「ガイ」これは英語で「男」という意味がありますが もともとはある人物の名前に由来する言葉です。それは、ガイ・フォークスという男性で、1605年にイングランドで政府転覆を狙い、王や政府の要人を殺害する計画を立てた人物でした。当時、国王のジェームズ一世は、イングランドの教会優遇政策の下で、カトリック教徒を弾圧していました。カトリックの熱心な信者であったガイ・フォークスは、それに耐えかねて、 王などを暗殺すべく、ウエストミンスター宮内の議事堂地下室に大量の火薬を持ち込み、爆破しようとしました。しかし、実行前に計画が発覚し、未遂に終わると、ガイ・フォックスは拘束され、処刑されてしまいます。その後、イングランドでは、ガイという名前は、悪い男、変な男を表す言葉として使われるようになりましたが、しばらくしてその意味合いが薄れ、 単に男性という意味の言葉として広まっていきましたパクチーが住民に愛されている日本の島がある日本最西端の島与那国島多くの観光客が訪れることでもおなじみの島ですがここではある構想が特産品として生産されていますそれはクシティ。一般的にはパクチーや コリアンダーと呼ばれているものですパクチーといえば東南アジアというイメージが強いかもしれませんが与那国島ではあらゆるところで生産されていて給食のメニューにもなるなど島の人々に愛されている食材となっています与那国島にパクチーが伝わったのは第二次世界大戦前で隣の台湾から渡ってきたとされていますそのため島の人は戦前から日常的に食していました ちなみに与那国島で人気のある食べ方はツナにあえて醤油をかけたものだそうです旬は12月から3月にかけてでパクチー好きの人にとってはおすすめの旅行先と言えるでしょう学校の給食は生徒が食べる前に校長が味見をする学校で出される給食 一番最初に食べる人はは誰かか。ご存知でしょうか実は校長先生です。先に校長先生が食べるなんてずるいとか思うかもしれませんが実はこれは給食の安全性を確認するための立派な仕事ですこの作業は「兼食」と呼ばれるもので学校給食法という法律でもちゃんと記されている大事な作業です生徒たちが給食を食べる30分前までに 校長などの責任者がちゃんと熱が通っているか変な味や匂いがしないかなどをしっかり検査してその結果を記録する必要がありますそしてこれで安全であることを確認できてようやく生徒たちに給食が配膳されますまたそれとは別に検査用に給食を冷凍保存する必要もありますこれはもし食中毒が発生したときにどの食材が原因となったかを調べるためで これを行う子どもたちに安全に給食を食べてもらうためにその裏側ではいろいろなことが行われているわけです。関西の京阪電車の各駅の発車メロディーをつなげると一つの曲になる。 京都と大阪を結ぶ交通手段として古くから親しまれている電車、京阪電鉄。その路線の駅のうち、現在18駅で出発時に発車メロディーが流されていますが、それぞれ駅ごとに違うメロディーの曲が使われていて、これをつなげてみると、一つの曲として聞くことができるそうです。これらのメロディーは、フュージョンバンドカシオペアの元キーボーディストの向谷実さんが作曲したもので、 それぞれの駅では快速特急、特急と特急以外の列車別とそれぞれ京都方面行きと大阪方面行きの全6パターンが使われていますそれぞれのパターンごとにつなげると一つの曲になるため全部で6曲が作曲されたことになりますこれらのメロディーが好評だったのかつなげて曲として収録した CD も過去に発売されています興味がある人は CD を買ってみたり 京阪電鉄に乗る機会があれば、駅ごとに発車メロディを聞いて、確認してみるのも楽しいと思います。東京二十三区内にも牧場がある。まあ、牧場といえば、都会ではなく、山の近くなどの自然豊かな場所にあるものという先入観があるかもしれません。しかし、東京都のなんと二十三区内にも牧場が存在します。 それは、練馬区大泉学園にある小泉牧場で、住宅街に囲まれた場所に20頭以上の乳牛が飼育されています。面積はおよそ2000平方メートルです。かつてはもっと広かったものの、コロナの影響や税金などの理由により、以前に比べてスペースを減らしてしまったそうです。そんなこじんまりした牧場ですが、一般開放されているため、地元の人などが 孔子たちと触れ合っている風景がよく見られます学校帰りの子供が立ち寄ることも多いらしく地元に愛されている牧場となっていますこの牧場で作られた牛乳はインターネットなどで購入することができます興味のある人は検索してみてはいかがでしょうか手のひらに乗るサイズの鹿がいる 東南アジアのジャングルなどに生息するジジャワマメジカ。見た人はそのサイズにびっくりすると思います。というのも成長しても体長が30センチほど場合によっては手のひらに乗るぐらいのミニサイズの鹿だからです。この鹿体が小さいだけでなく角がなくその代わりに上あごに2本の鋭い牙を持ちずんぐりとした外観が特徴的です。まあ、そう聞くと、 とと名前がいいいているるわに、らししくないと思われれかもしれません。実はこの豆鹿鹿ではなく豆カという独立した蚊の動物で分類上は鹿よりもラクダに近いとされていますそんな可愛らしいジャワマメジカですが現在森林破壊の影響で絶滅の危惧に瀕しているそうですそうならないように何かしらの対策がとられて危機を乗り越えてほしいものです 江戸時代数を数えるときには正の字ではなく「玉」という字が使われていた物の数を数えるときに紙などに「正しい」という字を書く人も多いかと思われますこの数え方は中国から伝わったものらしく日本中国韓国といった漢字圏の国で使われています実はこれが伝わる前の江戸時代には「正しい」ではなく「 玉という字を使ってて数えいいました。玉という字も正しいと同じく五角であるため数え方は特に変わりませんではなぜ玉という字だったのか当時の商人が使っていたそろばんの玉に由来しているのではないかと言われていますがはっきりとした理由は分かっていませんではなぜ正しいの字に変わっていったかこれもさまざまな説がありますが玉の字の最後の「 五角目ののののの点の部分ががが汚れなななどどでいいいいているのかいないのかかかりにくかったなどの理由が考えられていますちなみにヨーロッパやアメリカなどではこの数え方は使われていませんが似たものもあるそうで多くの国では縦に4つの線を書いてから最後に斜線を入れる方法スペインや南米では四角形を一辺ずつ描いて最後に斜め線を入れる方法で数えています。 岩手県花巻市には箸で食べるソフトクリームがある岩手県花巻市にあるマルカンビル大食堂ここの名物として知られているのが柔弾ソフトクリームですこのソフトクリームなんと高さが25センチメートル以上もありそれだけでも驚きですが地元の人のこのソフトクリームの食べ方を見ればもっと驚くことでしょうなんと 箸を使ってソフトクリームを食べているんですこれはそのままだと食べにくいためいつの間にか行われるようになった方法だそうで地元の人々にとっては箸を使うのが当たり前通常のソフトクリームに比べてここのソフトクリームは少し固めに作られているため箸でも簡単につまめるということから広まったようですまた数人でこのソフトクリームをシェアして食べる際も ユニークな分け方をしますそれはソフトクリームにお冷やを入れるコップを上からかぶせて箸で切り分けてからコップをひっくり返すというものこのテクニックは食堂で公認されているため決してマナー違反ではありません多い時で1日1,000個以上も出るほどの大人気商品のこのソフトクリーム花巻市民をはじめ多くの人に愛されていることがよくわかります 聞くトリビア。程よく脳が刺激される雑学ご案内は大橋敏夫でした。